皆さんこんにちは、村瀬です。はい、久しぶりの志田おじさんやります。今回やるのはちょっと用語多かったこいつです。テナージ19。はい、全く打ったことないです。トカツ、黒トカツでいつも通りフォルティス FT バージョン D2。 これ裏はちょっとあったので Q4 貼ってます。重さが封開封した段階 73g で、ラケット自体は 189 ぐらいです。ということで今回はテナジー19をちょっと打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めっちゃ久しぶりテナジでもちょっともっさり感、うん、でもなんか飛んでる感はあります。うん、すごい食い込んで上に上がる感じだけど、ちょっともっさり感ゼロコンの硬いな、全然やっぱ。よっ。わあ。飛ぶっすか。飛ぶ。飛ぶね。なんかゼロ5より飛ばないみたいな感じの人になった。なんかね、ゼロ5より多分食い込みやすいんだと思う。あ、うん、掴む感じは、いや、柔らかいね。あ、ごめんなさい。あ、でも全然やっぱいいだろうな。パーでも全然いけるっすか。うん、いや、もうちょい硬い方が威力出るっすか、やっぱ。威力は出そうな気がするけど、打ちやすいんじゃない。手なしにしては打ちやすいんじゃないかな。なるほど、なるほど、なるほど。うん、結構食い込むよ。ケアもないし、まあ普通に打ちやすい手なじって感じ。あ、でも05とこっちだったらどっちがいい。05。やっぱそうなんですね。フォアに使うんだったら05の方が飛んでっちゃうけど、インパクト強ければ掴めるじゃないですか。でも05使いにくいな、ちょっと硬いなっていう人はちょうどいいじゃないですか。だから中級者でも使いやすい。あ、なるほどなるほど。手なじ的な0はちょっと難しいですもんね。感じなのかな。あ、でもちゃんとかかるっすね。かかるかかる、めっちゃかかる。あ、かかるね。うん。おー、やばい。かかるよね、めっちゃ。なんかずっしり感があるっすね。うん、だからもういいんだよ。おお、はい。うん。わあ、でもすごい。当てても引っ掛けても多分どっちでも。落ちなそうっすね、全然。落ちないっすね。ほんと、ゼロ5を使いやすくしちゃう。まんまが何がやりやすくなってるかって言ったら、使いやすくなってるっていう。食い込みすぎず、硬すぎず、うん、マジで手に取りやすい手なじっていう感じかな。めちゃめちゃ感動するかって言ったら、ゼロ5とか使ってた身としては、特に感動はないけど、ああ、すごい使いやすくなったなっていう。練習してない。うん、状態だったら、こっちの方が安心してくれるかもしれないですね。もしかしたら。あ、やっぱ上上がるわ。バックでやった方が感じるんですね。うん。
下げ。バックはめっちゃいいから。なんか柔らかいラバー使ってる人でもチャレンジできる硬さ。結構増えそうですね、これ使う人。なんか何使ってる人これにするんだろう。05フレックスとか、64とか、80とか。すげえ。ガチる。やべえ、今の。かけてもちゃんと軌道がいいっすよ。言ってくれるね。当てても、してもかけてもなんかインパクトに負けないですね。負けない。だからインパクト強くないとやっぱ今みたいな人はいないかもしれないですけど、かけてもこんぐらいからいいと思います。あ、でも、まあ、普通にめっちゃやりやすい、良さそう。なんかディグより安いじゃん。こっち使おうかな。うん、でしょうね。ディグがあったら、はい。まあ、09C 使いたいのは別ですけど、ディグも05とか使うぐらいだったら、よほどのトップ選手じゃない限りは、確かに全然用足りそうっすね。うん、こっちの方がいいかな、多分。ちょっと簡単ですか。はい。あ、全然あれ。やるなこれ。すごいっすね。いやー、いいぞ結構。僕ぐらい卓球やってなくて、そんなにスイングも速くなくなったらちょうどいいかもね。手なじシリーズ使うんだったら。結構自動で上がってくれるし、食い込んでくれるし、喋ってくれるから。ゼロとかさ、ちゃんと振ってないとさ、普段から、うん、確かに飛んでっちゃうじゃん、うん、押さえが効く、とても、はいはい。9-5 とすごい似てる気がする。じゃあめっちゃいいな。なんか一番0-5近いかなと思ったけど、これが出てこれと似てるかも。9-5が、うんうんうん、印象的に。ちょっとバックでやっていいですか。はい。わあ、すげえ。あ、うん、これ好きなやつ。あ、当たって。落ちないよね。安定なんか。すげえ。うわ。音やばい。ないよ。すげえ。あほ。よさげ。よさげよさげ。これ結構バンジーこれいいと思うよ。マジっすか。まあまあ、そう、キューファイブ好きだったら。多分。ああ、もうサーブもできるですね。わぁ、切れる。こっちむずいな。こっちできない。こっちなら、もらってる。あぁ。上から行くとこです。あ、最後ブロックやって。はい。ごめん。ブロックもいいな。使いやすいってなし。